さあ続いてのコーナーは世界のおしゃれさんそんな格好でどこ行くののコーナーです、うん、今回はシンガポールでおしゃれな人がどんなところに行くのか追跡調査してきました、はい、それでは VTR ご覧ください。どうぞ。今回おしゃれさん探しをするのは赤道直下にある常夏の大都市シンガポール。続いては学生も多い庶民的なエリアでおしゃれさん探し。あ、向こうから来る男性背が高くてスタイルいいですね。すみません、ちょっといいですか。はい、こんにちは。おいくつですか。僕はジョバン、17歳さ。常夏の国に暮らす身長188センチの高校生ジョバン君。おしゃれのポイントはハットなんだとか。軽快なスタイルで一体どこへ行くのでしょうか。これからスタジオに行ってダンスを教えるんだ。教えるの？先生をやってるんですか。そうだよ、ダンスの先生なんだ。一緒に行って見学してもいいですか。別にいいよ、どうぞ来て。大きなストライドで向かったのはとあるビル。こちらのスタジオでダンススクールをしているそうなんですが、一体どんなダンスを教えているのでしょうか。社交ダンスをプライベートレッスンで教えているんだ。なんとジョバン君は社交ダンスの先生。すごい。時にはお手本を見せながら熱心に指導します。ちょっと動きが違いますね。ラテンダンスの時のもの。社交ダンスを始めて11年になるというジョバン君。そもそも社交ダンスを始めたきっかけは、子供の頃はダンスは好きじゃなかったんだ。父にダンスをやればマクドナルドのハンバーガーを買ってやると言われて始めたのさ。なんでお父さんそんなにさせたかったんだろう。実はこの社交ダンスのスクールはジョバン君の両親が経営。二人ともダンサーとして活躍しています。素敵なご両親。そんな両親のもと、ジョバン君は6歳から社交ダンスをスタート。はじめは好きじゃなかったそうですが、次第にその虜になったジョバン君。めきめき上達して数々の大会で優勝するまでになりました。エレガントな17歳のダンサーは果てしない可能性を秘めているんです。ね、行き場所もおしゃれでしたね。なんか最先端というか、ね、蒸し暑いとこだと思う。見合い箱すると涼しげに見えますよね。あ、そうですね。ジャケット着てると、うん、格好でどこ行くののコーナーでした。続いては教えてロングセラー先輩です。ロングセラー商品の工場に潜入して長く愛される秘密を学んできました。